アルバニア、アルバニア共和国、アルバニア共、ウアー国、通称アルバニアは、東ヨーロッパのバルカン半島南西部に位置する共和制国家。首都はティラナ。西はアドリア海に面し、北にはモンテネグロ、東にはマケドニア共和国とコソボ、南はギリシャと国境を接する。宗教の信者数は、オスマン帝国支配等の歴史的経緯から、 イスラム教徒である国民が大半を占めるが、信仰形態は非常に世俗的である。また、キリスト教の正教会やカトリックの信者も少なくない。なお、欧州で唯一のイスラム協力機構正規加盟国である。正式名称はアルバニア語で、リプブリカイ・シュカパイズ、レプブリカエ・シチパリセ、通称はシュキプリー、不定形、シュカペリア、定形、シチパリ。 シュチパリア。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・アルバニア、リパブリック・オブ・エルベーニア、オールベーニア、通称は、アルバニア、エルベーニア、オールベーニア。日本語の表記は、アルバニア共和国、通称はアルバニア。漢字による当て字は、アニ・トモエニア。シュチパリアとはアルバニア語で、わしの国を意味し、アルバニア人が、わしの子孫であるという伝説に由来する。 これに対し、多少のアルバニアは、ラテン語のアルバス、白いが語源とされ、語源を同じくするアルビオンと、同様アルバニアの地質が主に石灰岩質で白い、ことから、白い土地と呼んだことに由来する。古代には、イリュリアと呼ばれた。紀元前千年頃から、インドヨーロッパ語族に属する言語、イリュリア語を話す、イリュリア人が住むようになった。イリュリア人は、 南方の古代ギリシア文化の影響を受け、またいくつかのギリシャ植民地が建設された。全2世紀にはローマ帝国の支配下となり、東西ローマの分裂においては東ローマ帝国に帰属した。14世紀以降、東ローマ帝国の衰退とともに、いくつかの国に支配された後、オスマン帝国による侵攻が始まる。掴んでるべくにより、一時的に信仰は阻止され、 独立が守られるが、1478年には、オスマン帝国の完全支配下に入った。以降、400年間にわたる、オスマン帝国支配の下、アルバニアにおける風俗や風習は多大な影響を受けることとなった。特に地主をはじめとする支配階級による、キリスト教からイスラーム教への改修が相次いだため、同じオスマン帝国支配下にあった、ブルガリア等とは異なり、 現在アルバニア人の半数以上がムスリムであると言われる、もっともアルバニア人の多くは、キリスト教徒から改修した出自のためか、現在も家に遺ン画を飾る風習など、正教会やカトリックとの共通点を多く持つ。長期にわたるオスマン帝国の支配の影響から、アルバニア人意識の形成が遅れたが、19世紀末には民族意識、ナショナリズムが高揚し、 1878年のプリズレン連盟、アルバニア国民連盟、プリズレンは、現在のコソボにある都市のな結成以降は、民族運動が相次いだ。第一次バルカン戦争の後、1912年にイスマイル・ケマルラがオスマン帝国からの独立を宣言する。しかし、列強に独立は認められたものの、国境確定の際にコソボなど、独立勢力が、 国土としていた地の半分以上が削られた。1914年にドイツ帝国の貴族ビート講師、ビルヘルム・ツビートを公に迎え、アルバニア公国となったものの、第一次世界大戦で公が国外に逃亡したまま帰国しなかったため、無政府状態に陥った。1920年には君主不在のまま摂政を置く形で政府は再建されたが、 その後も政情は不安定であり、1925年には共和国宣言を行いアフメドゾグーが大統領に就任したアルバニア共和国。その後ゾグーは1928年に王位についてゾグー一世を名乗り、再びアルバニアには君主制のアルバニア王国が成立した。1939年4月7日、 アルバニアに上陸したイタリア軍は簡単な戦闘の午前度に進駐し、ゾグーは王妃と共に亡命したイタリアのアルバニア侵攻、イタリア王国との同訓連合という形で、国王にはイタリアの国王が即位し、親井派の傀儡政権が置かれた。第二次世界大戦時の九百四十年には、イタリアによるギリシャ侵攻、ギリシャイタリア戦争、ギリシャの戦いによって、 南部の各地域が激戦地となった。1943年にイタリアが連合国に降伏すると、今度はドイツ軍によって占領された。1944年11月29日とソ連軍による全土解放が行われ、アルバニア共産党を中心とした社会主義臨時政府が設立された。1946年には王政廃止と アルバニア人民共和国設立を宣言、エンベルホッチャを主犯とする共産主義政権が成立した。1948年、アルバニア共産党はアルバニア労働党と改名した。同年、死党主義下のユーゴスラビア社会主義連邦共和国がコミンホルムを脱退したことにより、ユーゴスラビアと断交した。中祖対立が本格化した1961年から、 ソビート連邦を批判、1968年にワルシャワ条約機構を脱退すると実質的にソ連を仮想的国とした極端な軍事政策をとった。隣国ユーゴスラビアとも首都大統領を中性主義者であると規定し激しく対立していた。国民ほとんどに行き渡る量の銃器を保有する国民開閉政策は現在の治安状態に暗い影を落としている。 1970年代には、核戦争を想定して、ティラナ東方の山腹に、部屋106室、広さ2685平方メートルの大型核シェルターが建設された。ソ連と他元を分かつ一方で、中ソ対立により、ソ連と対立していた中華人民共和国に接近して、核主援助を受けたものの、近隣諸国とはほぼ鎖国状態のままであり、経済状況は、 次第に悪化した。また1967年に中国のプロレタリア文化大革命に刺激されて無心国家を宣言、一切の宗教活動を禁止した。また1976年からは国内全土にコンクリート製の統治家、石灰石は国内で自給できる数少ない鉱山資源の一つであるを大量に建設し国内の武装体制を強めた。 ホッチャの在任中、50万以上の統治家が建設され、現在でも国内にわずかに残っている。同年、国語をアルバニア社会主義人民共和国へ解消した。1976年に、毛沢東主席の死によって、中国で文化大革命が収束し、1978年に、東昌平が改革開放路線に転換すると、中国を批判した。 当時の経済状況から決して多くなかった中国の援助もなくなり、1980年代には欧州の最貧国とまで揶揄されるに至った。このため、1989年から全国的に反政府デモが続発し、ホッチャの後継指名を受けたラミズ・アリアが1990年から徐々に解放路線に転化を開始した。この間、それまで外交関係がなかった。 日本国との国交を1981年に樹立している。1991年に国名をアルバニア共和国に改称した。アリアは経済の解放とともに政党結成を容認したが国内の混乱を抑えられず、1992年の総選挙によって戦後初の非共産政権が誕生した。民主化後のサルベリシャ政権は 共産主義時代の残子の生産や市場主義経済の導入、外国からの援助導入などを政策化し、国際社会への復帰を加速させた。しかし、市場主義経済移行後の1990年代にネズミ港が流行し、1997年のネズミ港の破綻で国民の3分の1が全財産を失い、もともと脆弱を極めた。 アルバニアの経済は一瞬で破綻した。多くの市民が抗議のために路上に繰り出し、詐欺から国民を守ることができなかった政府への不満から暴徒化し、これによって政権が転覆し、無秩序状態となるという暴動が発生した。1997年、アルバニア暴動。暴動の発生を受け、暴動収束のための妥協案として同年中に総選挙が実施され、 アルバニア労働党を前身とするアルバニア社会党が与党となり、一応の沈静化を見せたものの、未だ尾を引いているとも言われている。2005年9月の総選挙で民主党が56議席を確保し、比較第一党となり、18議席を確保した国民戦線、4議席の環境の民党、2議席の人権党連合と連立を組んで民主党のサリベリ社を、 再び政権に送り込んだ。社会党は42議席を獲得し、最大野党となった。2007年の大統領選出は立候補がなく、誤解期限が延長された。サリベリ社は大統領選挙を直接選挙制にすべきだとの声明を出したが、2007年の大統領選挙には間に合うものではなかった。社会党党首のエディラマは、 総選挙を行った上で民意を反映すべきだとしたが、世論はこれを支持しなかった。結局、民主党副議長のバミールトピと社会党前党首のが立候補を表明した。これに対して、社会党は名のを支持せず、欠席戦術を用いた。トピがいずれの選挙でも勝利したものの、得票数が84に満たないために、就任できなかった。また、第3回の選挙には、 民主同盟党のネディタンセカが出馬し、打開への期待からか32票を得た。第4回の選挙に際して、議会空転を終結させるため、ナノは立候補を取りやめ、トピを支持した。その結果、出席90名、得票85票で、バミールトピは大統領に選出された。この後、ファトスナノは、社会党を離党し、連帯行動党を決闘した。 2009年4月28日、ベギシャ首相は、プラハを訪問し、欧州連合、EU 議長国チェコのミレクト・ポラーネク首相に EU 加盟を申請した。2014年6月より EU 加盟候補国。国家元首は大統領で、任期は5年、議会の60%以上の賛成を獲得することによる間接選挙によって選出される。また、 首相は大統領により任命され、閣僚は首相の推薦の下で大統領が指名するが、最終的に議会からの承認も得る必要がある。立法二るアルバニア議会は、一員制で任期4年、全140議席である。うち、100議席は、小選挙区制、40議席は比例代表制によって選出される、小選挙区比例代表併用制。 アルバニア労働党、1991年に社会党に党名変更が冷戦期を通じて一党独裁を行う共産主義体制だったが、1990年により党を民主化の影響を受けて対外解放や複数政党制の導入などの民主化を始めた。1991年の初総選挙では社会党が連立によって政権を維持したものの、 翌1992年3月の総選挙でアルバニア民主党を中心とした勢力が大勝利を収めた。これを受けて第一初期から大統領となったラミズ・アリアはその職を辞任。民主党のサリベリシャが第二大大統領として選出された。1996年に再選。1997年1月国民の大半が 加入していたネズミ公会社の破産を原因としてアルバニア暴動が発生。6月の議会選挙の結果を受け、7月にサリベリ社は辞任。社会党のレジェプメレガニを大統領として社会党政権が成立した。2001年の総選挙では社会党は73議席を獲得し、6割を確保できなかったため、大統領には民主党のアルフレッド・モイシュが就任したが、 依然として、社会党内閣が続いた。現在、アルバニアには、アルバニア社会党、アルバニア民主党、緑の党、社会民主党、人権党連合など十数の政党がある。2012年には、ギリシャの極右政党、黄金の夜明けと、つながりがあるとされ、コスボとの連合国家形成を主張する、極右政党、石国連合が結成された。 2013年6月の総選挙で、同党は、投票総数の0.59%に当たる1196票を得たが、議席の獲得はできなかった。ヨーロッパの中では、隣国イタリアとの経済的結びつきが強い、また、政府、国民感情ともに、アメリカに強い親近感がある。アルバニア人が多数を占めるコソボの承認を増やすための、 国際機関への働きかけと国づくりの支援を行っている。アルバニアは12の州、カーク、61の基礎自治体、コムナに分けられる。アルバニアの国土は最大で南北が約3 4 0トル東西が1 5 0トルである。海岸部の平野以外は起伏があって山がちな地形が多く、国土の約7割が 海抜高度300メートル以上である。モンテネグロセルビアマケドニア共和国との国境地帯にはディナラアルプス山系の2000メートル級の山々が列をなしており、一番高い山はディバル地区にあるコラビ山で2753メートルに達する。海岸付近の低地は典型的な地中海性気候で降雪は珍しいが内陸部の高地は 大陸性気候で冬には大量の降雪がある。年間降水量は1000ミリメートルを超える。夏の最高気温は摂氏30度以上となるが、冬の最低気温は海岸部で摂氏0度、内陸部で低く摂氏10度以下となる。また、国土のバルカン半島最大の湖であるシコダル湖、約360平方キロに面しており、南東部にはオフリド湖、プレスパ湖がある。 オフリドコが、源のドリン川が約2 8 0トルにわたって、国内を流れ、シュコドラ州で数本の水流に分かれて、アドリア海に注いでいる。国土の約40%が森林で、ブナや松などが多い。首都のティラナ以外の主要な都市としては、ドゥラス、エルバサン、シュコドラ、ギロカストラ、ブロラ、コルチャなどがある。IMF の統計によると、 2013年のアルバニアの GDP は127億ドルである。一人当たり GDP は4565ドルで、これは世界平均の40%ほどの水準だが、バルカン半島では最下位に位置している。上述したように、アルバニアは第二次世界大戦後にほぼ鎖国状態となり1978年から完全な鎖国状態となった。経済は低調で、 長年欧州産品国の扱いを受けていた。国民は皆貧しく、ある意味では平等な状態にあった。1990年代に市場経済が導入された際には、投資会社という名目でネズミ講が蔓延した。ネズミ講は、通常、新規参入者がいなくなった時点で資金が集まらなくなり、配当ができなくなることによって破綻する。しかし、アルバニアの場合、 集めた資金で武器を仕入れ、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の紛争当事者へ売り払うことによって収入を得、配当を行っていた。他に国民の半分がハマったと言われるまでにネズミ講が蔓延した理由としては社会主義国家で鎖国状態であったために国民に市場経済の金融、経済についての教育が行われず国民が投資とはこんなものだと思い、 ネズミウの危険性に気づかなかったことも挙げられる。また、武器の購入を通じて麻薬などの組織犯罪、アルバニアマフィアとも深く関わりを持つこととなり、汚職が蔓延した。ネズミウ投資会社は、ボスニアヘルツェゴビナ紛争の集結とともに破綻した。その後は、経済回復を続け、2000年に WTO 加盟、税制改革や、 外資を呼び込もうと誘致活動を行っている。外資の誘致についてはインフラが脆弱であることが課題となっている。例えばアルバニアの電力は山がちな地形を生かした水力発電が支えており、水力で総発電量の98.8%を占めている。この水力については施設の老朽化による電力不足が課題となっている。 放茶を主犯とする独裁政権下では、国民は渡航規制、外国書物及び放送の規制を強いられており、国民にとっては海外の文化や情報を得る手段は無に等しかった。1990年以降の市場開放により、同じヨーロッパに属する隣国イタリアの名物である、ピザやバナナといった果物を初めて知ったという国民もいた。ユーロ圏への貿易、出稼ぎが多く、 ユーロ圏の経済に大きく影響を受ける構造である。アルバニアは山がちな地形にもかかわらず、国土に占める農地面積が25.5%と高い。伝統的に農業従事者の比率が高く、政府は農業以外の産業確率に苦心してきた。1940年時点における農業人口の比率は85%であったが、 1989年には55%、2004年時点では21%まで下がった。なお、農業人口の減少は、同国の経済体制の変化にも原因がある。1946年に創設された集団農場は、成長を続け、1973年には、すべての農場が集団化、社会主義化された。しかしながら1991年に、 集団農業を放棄したことで、生産額が1年間に20%低下し、一時的に大打撃を受けている。その後、農業生産は持ち直し、労働生産性が向上した。主な生産品目は主食の小麦。生産額は2004年時点で30万トンである。その他の麦やトウモロコシの生産も盛ん。地中海性気候に適したオリーブや、 ブドウも生産している。食料自給率については、1995年時点では95%と発表されていたが、2003年時点では、輸入に占める最大の品目が食料品、輸入の19.6%となっている。鉱物資源はあるが、長年の鎖国政策や、近年の社会的混乱によって、インフラが乏しいため、生産は低調である。 典型的なのが、クケス市など3カ所の鉱山から採掘されている、同国第一の鉱物資源クロムアラガネである。第二次世界大戦直前の1938年時点では、わずか7000トンだったクロム鉱の採掘量は、1970年代には、世界第3位に達し、1987年には108万トンまで伸びた。しかし、年には万トンに、 2003年には9万トンまで落ち込んでいる。同じ傾向は、銅鉱、1991年に至る5年間で、銅鉱の産出量が半減、ニッケルについても見られる。有機鉱物は、金位の低いアタン、原油、天然ガスを産出する。塩、石灰岩の生産も見られる。天然アスファルトは、生産量こそ少ないものの、アルバニアの特産品として知られている。 工業は輸出については衣類を中心とした軽工業が主体である。繊維自体の生産は小規模であり、布、革からの衣服の加工、縫製菓子となる。アルバニアの輸出に占める工業製品の割合は 82.6%2003 年に達する。品目別に見ると衣類34.2%靴などに用いる。 比較26.1%であり、輸出工業品目の過半数を占める。この他の工業製品としては、鉄鋼、非金属が輸出に貢献している。輸出相手国は、イタリアとの関係が深い、輸出の74.9%が、イタリア向け、イタリアの繊維産業と深く結びついた、工業形態となっていることがわかる。アルバニア人が大部分であるが、 国土の北部と南部では、言語や風習に差異がある。南部には、ギリシャ人などもいるほか、国境付近には、マケドニア人やモンテネグロ人もいる。アルバニア語が、公用語であるが、北部のゲ空方言と南部のトスク方言に分かれ、標準語は、トスク方言に基づいている。外国語としてイタリア語を話せる人が多い。南部のサランダを中心とした地域に住む。 ギリシャ系住民の間では、ギリシャ語を話す人々もいる。アルバニアの宗教を語る上で1967年の共産党政府が無神国家、無神論国家を宣言したことが取り上げられる。マルクス・レーニン主義を国是とする国家では、旧ソビエト連邦のモスクワの救世主、ハリストス大聖堂の爆破、1931年や、中華人民共和国の文化大革命。 1966から76年など宗教弾圧は見られた。しかし、これらの国々であっても宗教の弾圧は徹底されず、一定の制限はあるが、寺院も宗教団体も存在して、信仰と宗教活動は容認されてきた。しかし、アルバニアは国内での激しい宗教対立を背景に1967年、 共産権では初めて内外に無心国家を宣言した。これは国民すべてがいずれの宗教も信仰しておらず、そのため国内にはいかなる宗教団体及び宗教活動は存在しないという宣言である。この世界に類を見ない強力な宗教の弾圧と排除が特筆すべきものになったのは当時のアルバニアの指導者エンベルホッチャが過激なスターリン主義者であったことと、 アルバニアの国土面積と人口が旧ソ連や中国に比べて極めて小さかったこと、1970年代から鎖国体制に入ったことなどによる。そのため1970年代の鎖国体制以降、アルバニア国外では、アルバニアでは、どのような宗教が信仰されているのか、どのような宗教活動が行われているのかは、不明という状態となった。1990年、 信教の自由が認められた。現在では多くの人々が恩恵で、世俗的なムスリム、正教徒、カトリックであり、異なる宗教の信者間での結婚も少なくない。公式のデータは浮きの通りである。一方、最近では信仰する宗教が特にないという人々が多数派を占めていると言われている。ワトソンインスティチュートの2004年度レポート。 アルバニアにおける移民と民族集団シナジーと相互依存でのデータは以下の通り。また、アメリカ合衆国の国務省が出した2007年度レポート、国際的な宗教の自由でも国民は無宗教が多数派であることが述べられており、ワトソン研究所の調査と同じ形となっている。長期にわたるオスマン帝国の支配の影響から、 アルバニア人という民族意識の形成とそれに基づく民族文化の育成が遅れた。アルバニア語の学校教育は1887年に初めて開始され、その頃から民族意識高用によるアルバニアルネサンス運動が起きた。第二次大戦後の共産主義政権は共産主義のイデオロギー的影響を強く受けながらも、 強力な民族主義的立場で国民の啓蒙と文化水準向上に関する政策を展開した。地中海周辺の諸民族と比べ、比較的に温厚で忍耐強いと言われるが、拡調整的な伝統の要素が社会に残っており、女性の地位向上運動が続いている。アルバニア国内には国際連合教育科学文化機関、ユネスコの世界遺産リストに登録された。 文化遺産が2件存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。